ジェロナグラ、ジェロナグラ、ポーランド語、ジアローナゴーラ、ドイツ語、クランバーグは、ポーランドの西部、ルブシュケの都市である。市名の意味は、ポーランド語とドイツ語で同じく、緑の山となる。ジェロナグラ一帯の最初の定住地ができたのは、ポーランド大三重し一世の時代、ザラタラザの小川近くの谷であった。最古の定住地は、農業地帯であり、後に、 コズナンからジャガン,ン、さらにはラウジッツへと向かう道路上の交易地点へと発展した。書き残されたスラブ人定住地の日付の記録は1222年で、ヘンリク・ブロダティによれば人口は増加傾向にあったという。その他の公文書は1302年に定住地があったという日付を残している。ジェロナグラ地方は、 ドイツ人の東方植民が行われていた13世紀半ば、ドイツ人植民者の流入を受けた。定住地は1323年に、マクデブルク法の一例として、クロスゼナーレヒト、クロスネレクトの都市となった。初期の町の紋章についての記録は、1421年から、あるが14世紀初頭以降に紋章がアレンジされたと信じられてきた。 トルンにある町の公文書館にある記録では、1400年以前は、グラベニンバーグの名前が入った印象を用いていた。このグラベニンバーグとは、ドイツ5名グリュンベルクの初期の綴りである。1294年、グーグフ公ヘンリク3世が、シレジアの守護聖人、ヤドビガシロンスカ、ドイツ5名、ヘイトビヒフォン・アンデクスエース捧げる教会を建てた。この建物、聖ヤドウイガ聖堂。 コンカティドラ W ・ジャドウィギー W ・ザローン・ジゴースは教師で最も古い建物である。市の近くにある木造の城は1272年頃、建てられ1358年から1365年までヨハン・フォン・シュタイナーの住居となっていた。ヨハンは自分の領土をグーグフ公、ヘンリク5世へ割上した。1477年、町は近接する。 ブランデンブルク選定公の5000人に及ぶ強力な軍を退けた。ブランデンブルク選定公は、グーグ不幸の継承をめぐる戦争の最中にその領土を奪おうとしたのであった。1488年、ジャガン公、ヤン2世は敵が使用するのを妨げようと城を破壊した。ジャガン公国が崩壊後、町はボヘミア王国に下った。グリュンベルクは、ジャガンの聖職者、 パウル・レンベルクの努力により、宗教改革時代に、ルーテル教会へと改修した。死は17世紀の間、特に三十年戦争とその後の10年の間に、台頭した。グリュンベルクは、略奪、債務、自治都市住民の移入、そして退化に耐え抜いた。1651年、反宗教改革の最中、オーストリアはプロテスタントを抑圧し、カトリックを再導入した。 地は過酷な、ドイツ化に従属し、ドイツ人職人は、ポーランド人職人を、ギルドの組合員として働くことを許す、どのようなしきたりからも締め出した。徴兵制度によって暴動が引き起こされ、多くのポーランド人が逮捕、拘禁されたことで終わった。七年戦争を終結させたブレスラウ条約によって、1742年に、グリュンベルクは、プロイセン王国へ併合された。 プロイセン人は死へ信仰の寛容を導入した。1746年から1747年、プロテスタントの教区教会イズム・ガルテン・クリストが建設された。カトリック教徒のポーランド人らは後に対抗して異なった取り扱いをした。死の織物業は18世紀の終わりにブームとなり、1800年以降は死壁の大部分が撤去され、死の拡張が許された。 織物産業は産業革命に適応する間の1820年代にロシア帝国によって輸入禁止がされたことで被害を受けた。市の経済は多くの業者がポーランド立憲王国へ移住した後に復活し始めた。この時代にポーランド人人口は一部は市の経済復興に貢献しながら残りながらもドイツ化に押されて田舎へと移った。 ポーランド人の教会は1809年まで、付随的なままに置かれた。1898年には、ポーランド職人協会、当事室ポルスキー・シュルツェミスル・ナカオが、カジミエ・シュリ・ソースキによって設立された。ナポレオン戦争の終わった1816年以後、グリュンベルクは、シュレージエン県の地区の中で管理された。1871年、ドイツ統一によって、 ドイツ帝国の一部となった。イギリス人生産業者らが、市にある織物工場の一部を1870年代から1880年代に購入した1885年、グリュンベルク人口の大半を占める14,396人がプロテスタントであった。市は1871年に、鉄道の路線クロガウイコールグリュンベルクイコールグベン、線が初めて開通した。 1904年にはクルジストコビセへと連結した。1905年にはボルシティン。1911年にはローカル路線でシュジュプロタバへとつながった。1919年、グリュンベルクはバイマル共和国のニーダーシュレージエン圏の一部となった。1922年4月1日には独立しとなったが、ナチスドイツ時代の1933年10月1日には、 この地位が無効となった。第二次世界大戦末期の1945年、ソビエト連邦の指揮する赤軍が小さな戦いの後にグリュンベルクを占領した。戦後のポツダム会談によって、市はポーランドの管理下に置かれた。残留していたドイツ系住民は追放され、ソビエトが併合した旧ポーランド領からやってきた人々が市へ移住した。市は正式に ポーランド語名のジェロナグラに改名し、18世紀に建てられたプロテスタントの教会は、カトリックのチェンストホバの聖母教会、コスエル・マタッキー・ボスキーッチ・チェスタコウスキーッチへと再建された。ジェロナグラ大学が2001年に開学した。市には、カトリックのジェロナグライコール50不死教座がある。ジェロナグラは、数世紀にわたって、ワインの生産で知られる。 現在、ポーランド国内で、白ワインは作られている2箇所の一つである。もう一つは、マゾフシェ地方のバルカ。ジェロナグラ周囲の最初のワイナリーは1314年に建てられた。ジェロナグラ近郊のパラディジ修道院、パーデスとは天国を意味するで、聖職者らが1250年からワインを作ってきた。最盛期にはこの地方でおよそ4000箇所のブドウ畑があり、 ゼロナグラだけでも2500カ所あった。最も有名なワインは、モンテ、ベルデ、モンテバードと呼ばれる。共産主義体制の頃、ワイン生産は減産されたが、1990年から復活した。しかし、現在ワインはもはやゼロナグラ市では生産されていない。最後のワイナリーは1990年代初頭に閉鎖した。1852年から、 毎年ジェロナグラワインフェスティバルが市内で開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。